フェロー諸島占領、フェロー諸島占領の項目では、第二次世界大戦において、イギリス軍が、バレンタイン作戦、オペレーション・ファレンタインを発動して、デンマーク領、フェロー諸島占領した事件と、その後の占領時代を扱う。1940年4月、ドイツ軍のデンマーク及びノルウェー侵攻が開始されると、イギリス軍は、ドイツ軍の先手を打って、 戦略的に重要なフェロー諸島を占領した。イギリス軍は終戦後間もなく撤収した。占領時、フェロー諸島はデンマークの一時地帯だった。1940年4月9日のドイツ軍によるデンマーク占領を受けて、イギリス軍はフェロー諸島占領作戦、バレンタイン作戦を発動した。四月十一日、イギリス海軍大臣ウィンストン・チャーチルは、 庶民員、会員に対し、フェロー諸島の占領を発表した。この発表は BBC によって放送された。同日、1機のイギリス空軍航空機が、トースハウン上空で目撃された。4月12日、イギリス海軍の H 級駆逐艦、ハバント、ヘスペルス2隻が、トースハウン港に到着した。フェロー諸島知事、カール・オエ・ヒルベルト、およびレクティング、フェロー。 諸島議会議長クリスチャンデュルフスとの会見の後、同日午後にレクティングが緊急招集された。独立派の議員はフェロー諸島の独立を宣言しようとしたが、否決された。後に公式に以下の事項が発表された。4月13日、イギリス海軍従順洋艦サフォークがトースハウン港に到着し、250名のイギリス海兵隊が上陸した。 司令官 T、B、サンドール大佐及び新中フェロー諸島イギリス領事フレデリック・マンンンはその後政府知事ヒルベルトと会見した。ヒルベルトはデンマーク本国が占領されているため自身がデンマーク政府を正式に代表することができないと主張しながらもサンドールに抗議と取られる返答をした。彼はイギリスが原則内政に干渉しないという言葉を正式に受け入れた。 友好関係を望むことを表明していたにもかかわらず、正式な抗議はレクティングからもたらされたが、実際にはイギリス軍とフェロー当局との間には年頃な関係が保たれた。5月、イギリス海兵隊はスコットランド連隊のロバットスカウトと交代し、1942年にはキャメロニアン、スコットランドライフル連隊と交代した。 1944年以降になると占領軍はかなり削減された。第二次世界大戦中にフェロー諸島を訪れた著名人にイギリス軍将校として同地で勤務した作家のエリック・リンクレーダーがいる。彼の1956年の著作ザ・ダーク・オブ・サマーは戦時中のフェロー諸島を舞台としている。彼はまたザ・ノーザン・ギャリソンズ・ザ・アーミー・アット・オー。 1941を書き、ケネス・ウィリアムソンの1948年の著作、ザ・ティランティック・アイロンズ、エース・タディ・オブ・ザ・フェロー・ライフ・シーンに処分を寄せている。フェローの人々の親切に感謝の意を込めて、イギリス軍古参兵から飾り額が贈られ、それは、トールハウン大聖堂にある。およそ170組のイギリス兵とフェロー女性が結婚した。戦争中。 ヘロー諸島は時折、ドイツ空軍の攻撃を受けたが、全面的な侵攻を受けることはなかった。海上を浮遊する嫌いは大きな問題となり、結果的に多くの漁船と乗組員がその犠牲となった。トロール船、号は1942年3月28日にアイスランド近海で沈没した。21名の船員が死亡し、これは、 戦時のフェロー諸島における一度の被害で最も大きいものとなった。戦争中、フェローの船舶はイギリス軍が味方であることを識別できるようにフェロー諸島の旗を上げ原則にフェローズとペイントしなければならなかった。インフレ防止のためフェロー諸島で流通しているデンマーク紙幣はフェロー諸島だけで有効であることを示すスタンプを紙面に押された。 フェロー諸島での為替レートは1ポンドあたり22.4デンマーククローネで固定された。緊急紙幣が発行され、特にフェロー紙幣の発行後にイングランドのブラッドバリー・ウィルキンソン・アド・カンパニーで発行された。デンマーク本国が占領されているため、レクティング、フェロー諸島議会は完全な立法権を与えられた。アイスランドが1944年に 共和国として独立したにもかかわらず、チャーチルはデンマークが占領されている間に、フェロー諸島の独立といったような憲法上の立場の変更に賛同することを拒否した。デンマークが解放され、ヨーロッパでの戦争が終わると、1945年5月に占領は終了し、9月には最後のイギリス兵が撤収した。しかし、戦時中の自治経験は、戦前の一自治体、 AMT に戻ることが非現実的で歓迎されるものではないことを意味した。独立をめぐる島民投票が1946年に行われ、1948年にデンマーク領のままで自治権を獲得、自治領となった。イギリス軍の存在を示す最も大きな痕跡がボーアル空港にある。他に残されたものにはイギリス軍司令部が設置されていた。 トースハウン港のスキャンシに要塞にある沿岸法がある。また、イギリスのチョコレート、キャドバリーデイリーミルクは、戦後からずっとフェローに愛されているデンマークと異なり、島の至るところで容易に入手できる。デンマークがドイツに占領された後、フェローの船舶は、イギリス海軍により、デンマーク国旗を掲げることが許されなかった。これは、フェロー諸島経済の中心である。 漁業戦団にとって重要な意味があった。占領イギリス軍当局、フェロー当局、及びデンマーク政府知事官のみならず、イギリス外務省とデンマーク大使官官で何度か協議され、1940年4月25日、イギリス当局は、フェロー諸島の小船機として、フェローの旗を承認した。しかし、伝統的なフェロー諸島の紋章は1948年の、 自治権獲得まで導入されなかった。フェロー諸島にある唯一の飛行場はボーアル島にあり、1942年から43年にイギリス陸軍王立工兵隊により建設された。イギリス兵の大多数はボーアル島に駐屯し、ほとんどは飛行場建設に従事した。戦後使われなくなったが、1963年に民間のボーアル空港として再開された。 イギリス軍が去るまで、ボーある島では、車は左側通行とされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。